特化塾の小林です。国会が会期末を迎えるそうですね。あさってだから最後ですか。延長もないみたいなんで、まあ、野党はね延長を要求してます。やっぱり今は野党の方が、まあ、国民のためにいろいろと動いてくださってるんだろうなと思いますし、まあね、問題大きいですよね。桜を見る会前夜祭とかっていうのは、これ安倍総理が有罪になるかどうかっていうことですから、公民権停止ですからね、うん、まあでもここまでの疑惑が立った時点で、まあ、潔く自分からね身を引くってことも一つの選択だと思うんですよ、安倍総理、うん、それからまあ政治と金問題もありますね。農林水産大臣でしたっけ。とにかくやることが汚いと、うん、まあ何でも金かいみたいな感じですよね。まあ何でも金かいといえば金なんですけども、うん、ね、まあ、何でも金かって言ったらね、お前らも金給付金出せ言うだろうって言ったらその通りなんですよ。まあでもね、何なんですかね、まあ、国民がすごく困ってる時に分取った税金の一部でもね、うん、払い戻してほしいなと思いますし、まあ、少なくともこの国会を閉じて三条政策も決まらないし、予備費もどうなってるのか分かんないし、これね本当に何を考えてるんでしょうね。もう言葉が出ないですよ、うん、で国会が閉じるってことは国会の機能を停止して、まあ、議員さん皆さんねお休みに入るわけですよ、年末年始と。何なんですかね、 GoTo なんとかでどっか行くんですかね。まあ本当に憤ることばかりが多いです、うん、だからやっぱりねこれなんとかしないといけないですよ。例の河合克行、河合案里の汚職にしてもそうですけどね、まあ、はっきり言って権力を持ったら金っていうのが広島のね、市議の方でも分かったと思うんですけども、100人以上の方がね河合案里、河合克行のその10万20万っていうね賄賂になびいて、もしくは断り切れずにって言ってますけども、いやそれを断るのが、うん、役割だろうと思いますよね。がっかりしますよね、うん、だからねもう国会議員になるとああいう人間になるのかな、市議会議員も、うん、同じようなもんなのかなと私たち国民は思わざるを得ないし、ね、なんかねこうむやみ人やたらに人を叩けばいいってもんじゃないですけども、これ叩かれて当たり前のことばっかりやってるんで、しかもそれをね叩かれると分かっていてやるわけですから、もう完全にね舐めてるなとしか言いようがないですね、うん、まあ、誰一人これはね頼りにならないかなと思いますね。権力を持つとここまで腐るのかと本当にね何とも言えないですね。うん、怒りが込み上げてね、うん、でなんか義勇団だかなんだかみたいなのがまあこいつは処刑に処すみたいなことやってるみたいですけどね、これ漫画の世界だったらいいんですけども、こういうふうに脂っかしい連中が生まれざるを得ないようなところもありますよね。もしねこういう人たちが本当に存在して本当に暴力によってね、何かをことを起こしたら国民は同情するんじゃなくて心の中で喝采するんじゃないかなと思うぐらい脂っかしいエネルギーが溜まっています。ということでね、一方アメリカなんですけども、トランプ大統領がねもう本当やってくれてるなというところでございます。実はねアメリカの大統領選ってのはある国の力が働いて、しかも随分前からだから民主主義がねこれ崩壊してるわけなんですよ。っていうか崩壊させられそうになってるんですよね、うん、要するにアメリカの選挙が操られていて、それを全て見抜いた上でトランプ大統領はこのままじゃね済ませないぞみたいな感じで宣戦布告してるわけですよ。対象となる国がどこなのかってことはねここであえて言いませんけども、まあ、本当にね暴力によって訴えることも考えられます。トランプ大統領は戦争しない大統領なんですけども、たった1回だけやるかもしれないですね。でそれが多分人類最後の戦争になるとも思います。とにかくねもう殲滅という言葉がそう惜しいのか分かりませんけども、かなりすごいことをやってくれるんじゃないかなと。2021年、もしかしたら人類に2022年はないのかもしれないですね、うん、少なくとも現在のような形で、うん、は済まないかなと。日本国内にしてもですね、うん、それから世界に目を向けても不穏な空気が漂ってますよね。全て私はね有限なものを取り合っているっていう発想から来てると思うんですよ、まあ、特にお金に関しましてはこれ創作物ですからね。お金なんて以前は金とか銀が担保になっていたりとか、紙幣の発行額に限度がありましたけども、紙幣の発行額に限界を設ける必要がないってことが徐々にバレ出してるんですよね。今そのお金の流れっていうのは全て情報データですから現物があるわけじゃないんですよね。ちょっと前そして今でも一部は
お金っていう現物があったんで、現物感ありましたけども、はっきり言ってもうね、現物じゃないですかね、お金っていうのは。無限に作り出すことができて、無限に消すことができるという、恐ろしいね、四次元構造を持ったのが、この貨幣だったのかなと思いますよね。しかもそれをね、長い間、私たちは分からなかったというところがミソですよね。ということでね、ちょっとアメリカのこととか、金融市場のこととかをちょろっとかじってみましたけども、再度ね、国会が閉幕してですね、問題は大きくなる一方だなと思っております。皆さんも、もう医療体制、かなり厳しいところまで来ているのと、これね、GoTo なんとか言ってる場合じゃないんかなと思いますね、国民の皆さんもね。というか、もうほとんど使われてないみたいですけども。大失敗の連続と。経済活動もね、こんなことになっちゃいましたけども、本当は2018年に完全に下降線に向かっている日本経済なのに、緩やかに回復しているっていうふうにね、何回も何回も嘘を並べ立てら、自民党、で、最近やっと認めたじゃないですか。結局、ことが過ぎて認めてもね、責任の追及もできないし、責任の取りようがないんで、もうその時その時でね、人の命っていうのはリアルに失われていきますよ。いやー、ということで、こんなとこですかね、今日の独り言は。本当に憤ることばっかりですね。いってらっしゃい。